皆さんこんにちは。チャンネルダットの時間です。大樹です。サクです。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、はい、久々になっちゃうんですけど、男性の、声優さん行ってみようかなと思って、はい、ランキングなんですけど、はい、こちらの方をやりたいと思います。はい、小林千恵さんです。おね、思い入れはありますか？まあ、最近だとね、私が担当していたアニメの主人公やってますね。そうですね、はい、主人公、そうですね、花野井くんの主人公やってましたね。花野井くんですね。花野井くんやってました。花野井くん面白かったよ。見て、俺ちゃんとチャーリーまで見た。ありがとうございます。はい、なんだろうね、あんまりこの俺が好んで見るタイプのアニメではないんですけど、まあほのぼの系ではありますよ。確かにね、まあ、少女漫画ベースなんで、まあ、はい、ね、花澤香菜さんめちゃ可愛かったです。はい、ありがとうございます。花澤香菜さんといえば俺はジョイマンガスです。ジョイマンガス、ジョイマンガスです。はい、はい、それじゃあですね、はい、小林千秋さん説明していきたいと思います。はい、小林千秋、1994年6月4日は、日本の男性、6月4日生まれですね。で、神奈川県出身ですね。はい、で大沢事務所だそうです。はい、で15、6歳のぐらいの頃、映画鑑賞が好きで俳優を目指し映画学校に入学していたが、自分は菅田将暉にはなれないと悟り俳優を断念したという、エピソードなんだしですね。はい、で好きだったアニメ映画の影響で声優などを決意して大学に進学などを経験。その後20歳過ぎの頃、声優としての活動を始める。2019年放送の、ガンダムビルドダイバーズリライズっていうのかな、うん、でこれでアニメ初主演。はい、で2021年に第15回声優アワードにて新人男優賞を受賞。22年に、第7回アニラジアワードにてベストクリエイティブラジオ企画ラジオ賞を受賞ということだそうです。まだ若い声優さんなんだね、小林千秋さん。油に乗ってっていう感じですかね、これから、ね、これからどんどん出てくるんだろう ね、 多分ね。はい、はい、じゃあ早速第5位からいきたいと思います。はい、お願いします。第5位はですね、こちらです。ガビマルっていうのを読み柄振るの忘れてた。地獄楽ってアニメの、あ、はい、ガビマルですね。はい、はい、はい、です。これね、見ようと思ったんだけど見れなかったんだよな。だチェックしてないんですよ、アニメ。はい、見てました。見てなかった。まあ、一話だけ見たい。いや、なんかちょっと あります、そういうのもありますね。好きではなかった。ああ、なるほど。ですね、こちらも役立つんですね。はい、あまり話が膨らみません。膨らみません。すいません。はい、第4位いきます。はい。第4位はこちらです。ユース・スペード。これ、ディズニー、前に誰かの時に紹介したディズニー・ツイステッド・ワンダーランドって多分ゲームですね。はい、はい。はい、全く、その時も同じこと言ってますけど、全然わからないんですけど、多分、ね、なんだろう、王子様邸みたいなものなんでしょう。なんだとだと思うんですよね。すいません。はい、まあこう絵は出てるんで、ね、はい、それを見て、はい、はい、じゃあ第3位いきます。第3位はこちらです。市倉楓、クールドジ男子。ドジに対し羞恥心を持ち反省する心を持つ人だそうです。はは、クールドジ男子なんてちょっとアニメのタイトルすら知らなかったそうで。ちょっとそうですね、やっぱりね、最近の子だっていうのがあって、なかなかこう、まだ知らないのもいっぱい出てくるなって感じ。俺らからするとね、はい、俺もがん年の割には頑張ってアニメチェックして見てるんだけど、こう、運転中とかに危なくないように見てるんですけどでも、やっぱ追い切れないもん。まあまあまあ、まあ、放送多いですからね。追い切れない、今アニメすげえいっぱいな、はい、垂れ流されてるから。いっぱいあるんですよ。うん、いっぱいある、はい、本当にいっぱいある。ガンそう。で、こちらが3位ですね。はい、はい、で、お待たせしました。第2位から俺も語ります。はい、第2位いきます。第2位はこちらです。シュタルクです。はい、早々のフリーで、うんうん、はい、これは俺も見てたんで、はい、めちゃめちゃ声のイメージもそうですね、はい、いいキャラだったんで、はい、ペルンとよく喧嘩っぽいような印象でした。はい、はい、シュタルクね、いい役です。あ、ハマり役だなと思って。いいかと思います。シュタルクとかで多分、あ、その人かって思った人、今ここで俺たちと一緒でここでその人かって思った人も多分いると思うんですよ。そうですね、コアのファンの方以外、コアのファンの方ごめんなさい、はい、そんな小さい知識で低い、あんま知らねえのに紹介するなって言われたらそれまんなんですけど、はい、でもね、やっぱりね、こういう俺たちみたいに知らない人にもしっかり持ってもらおうっていうのが企画ですから。はい、はい、まあ、シュタルク良かったですよ。そうそう、早く次始まんないかなって思うんで。第2期ね、第2期ね、
ちょっとかかるでしょうね、まあ、かかるでしょうね。はい、はい、じゃあ第1位いきます。はい、第1位はね、冬のアニメ、うんうん、でバズってました、うん、はい、マッシュバウンテッドです。マッシュ、これでブリンバンバン の, あ, の、ね、あれの声です。あれね、ぴったり、あれね、ぴったりなんですよ、うん、俺、ここに1本動画出しておきます、貼っておきます、これを見てほしいんですけど、はい、この出してる動画は、俺が仲いい川越市場で超有名な、うん、花市って食堂があるんですけど、はいはい、そこにあの帰れま5やったことあるんですよ、はいはいはい、その時に出てくれてる、あ、シュン君っていうのが出てくれてるんですけど、シュン君とマッシュバーンテッドがずっと被ってました、俺分かんないよねだからここ貼っとくんで見てもらえればシュン君って出てきますから、はい、その彼の喋ってる感じ、佇まいがマッシュバーンテッドなんですよ。完全にもうそうずっと思って見てたんだ、アニメを。シュン君だなと思って、うん、はい、そんなことですちょっとね、伝わりづらいかも、伝わりづらいけど、はい、これ貼っといた動画見てもらえれば、この動画見たら、この花石さんってのを見たら行ってもらいたいと思うと思うんで、美味しいです、美味しいです、ぜひ、はい、ぜひ行ってもらいたいと思うんでね、ちょっとね、短い、5位から3位までがあんま語れなかったんで、しかも名前も間違ってるかもしれないんで、それじゃ申し訳ないということで、せっかくいらっしゃるから、はい、この花の井くんと恋の病、はい、で、花の井くんやってたんですよ、主役、なんですよ、で、今回ちょっとその、さくちゃんそれにあの、絡んでたから、ちょっと前回の撮影とか来れなかったんで、はい、なんかあれば、いやもうちょっと納品が忙しくてねもうちょっと本当にあれだったんですけど、はい、まあ、ちやちさんの何かあれば、わしゃきさんはまあ本当にね、あの現場でもいい方で、うん、もうすごく気さくな方で、僕らにも話をかけていただいてね、はいはいはい、まああの声のまんまなんで、うん、なるほど、こっちもドキドキしちゃいます、ね、ドキドキしちゃうね、あの声だとね確かにね、まあまだね、アマプラとかでも見れるのかな、まあ見てでない方は見ていただければと思いますんで、はい、花の井くんと恋の病ね、はい、まだ終わったばっかりなんで、いい、ほのぼのとしたいいお話でした、そうですね、本当に、はい、少女漫画なんで、昔の若い頃の純な気持ちを思い出すような感じではい、ぜひ見てみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、それじゃあおさらいしていきます、はい、第5位がガビマル、うん、第4位がデューススペード、第3位が市倉楓かな、うん、で第2位がシュタルク、第1位がマッシュバーンテッドってことで、小林千明さんの、はい、ランキングを調べてみました、はい、またよかったらですね、チャンネル登録と高評価、そしてコメントを残してもらえたら嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします、お願いします、またお会いしましょう、ありがとうございます。